なも思い出したか。ここからは俺たちが導く。覚悟はいいな。うん、ジャック一人じゃこの先無理だろうしね。私はそのためにここまで来た。ジャック、俺たち頑張るからな。やってやる。セーラ姫はここにはいないようだ。
ラック様、皆さん。王と王妃、大臣は民の説得のために外に出ました。お二人を見ましたか？ご無事でしょうか？いや、残念だが。ジャック様、私にできることはありますか？町は感情が渦巻く場所だ。闇と感情が結びつくとカオスが生まれる。そう考えると、この世界で最も危険なのはこの町ということになる。町を離れろとおっしゃるのですか？それはできません。私たち王家の者はこの町に残る義務があります。あなたたちがカオスになるわよ。私たちはそんなこと望んでいないの。それが定めなら仕方がありません。うん。お姉様。外に出たら起こしてやれ。逃げるしかない状況になればザレ言は言わないだろう。わかった。セイラとミアの護衛は任せる。俺が道を切り開く。後からついてこい。アッシュ、俺たちも踏ん張りどころだ。分かっているジェド。ジャック、後ろは気にせず、あんたが思うように進んでくれ。
しろ。クリスタルを解放するからこんなことになったんだろう。ああ、その通りだ。お前らのせいだぞ。何が光の戦士だ。やっぱりカオスの手下なんだろう。だったらどうする。ここで死にたいなら死ね。生き延びたければ俺の仲間と一緒に来い。
健康だ。いや、鳴り響け。せい。これで行く。
灰になれ。変更だ。今更俺を頼るのか。私は疑ったことなどありません。俺の近くは危険だ。後ろから来る仲間に合流しろ。ありがとうございます。殿方にぶたれたのは初めてでした。ああするしかなかった。一人戦うあなたの背中を見て気がつきました。私は間違っていたのだと。私とミアはこの混沌とした世の希望の光となって生き続けるべきですよね。それが王家に生まれた者の務めなのだと思い直しました。うん、お姉様を支え皆さんの希望の光として生き続けます。皆さん頑張りましょう。力を合わせてこの苦難を乗り越えましょう。希望を捨てちゃいけないわ。外を見てくる。俺たちも行こう。セーラ様がいれば方々がいるんだ。外はこれまでとほとんど変わらないな。どこへ行く？提案だが、プラボカはどうだ。
今はほとんど無人のはず。ああ、明暗だ。ネオン、ソフィアたちを呼んでこい。うん。セーラ姫たちはあそこまで歩けるかな。ジャック、来て、早く。健康だ。
この音楽はとても好きです。この装置ごとお貸ししましょうか。いいえ、もう覚えてしまいました。この曲をリュートで弾けるように工夫しますね。完成したら聴いてくださいますか？私はよそ者です。ほどなくどこかへ行ってしまいます。そして姫は忘れてしまうでしょう。忘れるものですか？随分な自信ですね。初めての恋は忘れないと聞いています。まだお名前を聞いていません。ジャックです。もちろん知っています。仮名を。ああ、ガーランドです。私はジャック・ガーランド。どうかご無事で、クリスタルの祝福がありますように。セーラ様、これをお持ちください。これは大切なものですよね。触れることも許してくださらなかったのに。仲間の一人が私に言ったのです。何か思い切ったことをしないとこの世界は何も変わらないと。変わりましたか、ガーランド様。また傷が増えて。わかったでしょう。ルフェインが世界を歪ませ、ストレンジャーが光と闇の調整弁になっています。しかし均衡が崩れれば彼らは世界を再創生してしまうのです。コーネリアの文明も命も彼らには関係ない。何を言っている、アストス。導いているんですよ。彼らにはカオスを制御できない。だからこそそこにチャンスがある。この話をするのは三度目です。あなたが言い出したことですよ。
記憶は感情の拠り所だ。感情の起伏はいとも簡単に君を魔物に変えてしまうだろう。カオスになれば帰還を諦めてもらうしかない。ベテランは貴重だ。次も帰ってこい。混沌の闇は我々が排出する物質だが、強い負の感情と結合すればカオスとなる。記憶の操作で感情を制御する技術は進んでいるが、カオスになれば制御不能だ。不確定要素は恐ろしい。今がその時だと思う。うん、賛成。あとはジャックに託しましょう。じゃあ最後の仕上げといこう。王家の悲劇は誤算だったが、でも今回は楽しかったな。ジャック、感情に身を任せろ。闇の中を生きなさい。ルフェイン人が最も恐れるのは制御不能のカオス。ん？何をする！この世界に根付くカオスとは、闇を制御できず死んでいった。俺たちストレンジャーの慣れの果てだ。カオスを倒した時正体を見たはずだ。私たちは光の戦士なんかじゃない。ルフェインからこの世界を解き放つために、何度も何度も失敗して闇に落ち続けた。この世界にいるべきではない異物。でも今回はアストスが上手に導いてくれた。初めてみんなが生きてここまで来た。あとはあんたが闇を支配できれば。闇に打ち勝つんだ、ジャック。闇は敵だ。たとえどんな姿でも、この先は俺たちも知らない。あんたに託すよ、ジャックならやれる。心のカオスを手なずけて。お前、戦えというのか。行くわよ。それと、それ、これだ。ジャック、見せてくれあんたの力を。俺の力、どういうことだ。乗り越えてくれジャック。捕らえた。さようなら。さすがジャック、一筋縄じゃいかないな。本当ね。でももう失敗はこりごり。ぶつけなさい。さもないとここで死ぬわよ。お前もか。そんなもんじゃないでしょ。本当の力を見せて。何を言ってるんだジェド。ごめん、ジャック。弱いあんたなんて見たくない。目をやめろ。ジャック、失望させないで。ふざけるな。さようなら。行くわよ。悲しいわね。その程度の力しかないの。黙れ黙れ黙れ。ダメだよジャック、そんなんじゃ。いい加減にしろ。ジャック、
守れないんだよ。もっと力を渇望しろ。力さえあれば。力を奪うんだ。奴らの力、再創生の力。俺、気づかれたかな。間違ったよな。組みなさい。この世のすべてを。己の非力さを。それが憎い。苦しくてしょうがない。世界を変えるのよ。世界を作り変え、切り離さなければ。ジャック！どんなものか。あんたの怒りはその程度か。まだだ、まだだ。こんなところで終わるものか。先に行って待ってるわ。あとはお願い。なぜだ。許すな、ルフェインを。奴らに未来など必要ない。さすがジャック、やっぱり強いよ、あんた。もし俺は守るんだ。混沌、重要なのは混沌。誇らしいよ。倒す、それが俺の使命だ。俺も。ああ、俺も同じだ。ダメだ。あのさ、ジャックが怒るかもしれないけど、俺は黙っていられない性分だからさ。私はソフィア、よろしく。風よ、クリスタルが復活するわ。この世、暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。この4人で決まりだ。すごいな。見たか、あの戦いぶり。まさにジャック。ああ、ジャックだ。やっと巡ってきた。何が。なんてことだ。戻すな。忘れさせてくれ、頼む。やめてくれ。どうすればいい。アッシュ、ジェド、ネオ、ソフィア、どうすればいい。アスタス、どうする。回収ポイントは毎回変えることになっていますが、ここだけの話、ほぼ毎回このカオス神殿ですね。導いてくれるんだな、カオス神殿に。Thank you.